はい、どうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、スーパーマリオデッセイの方、続きの方やっていきましょう。さあ、前回なんか、このグラセフワールドに来たんだね。てかまず着替えよっか。よし、ちょっと着替えます。はい、着替えてきました。やっぱりマリオはこれだね。さあ、じゃあ行きましょう。さあ、なぜあんなところに、ポリンしよう。ポリン、こんな時に来られたはとんだ災難ですね。あの怪物が来てから街は荒れ果てる一方です。結婚式の宣伝をしているようですが、私たちを招待しているんでしょうか。なるほど。ポリンってマリオの元恋人とかじゃなかったっけ。ちょっと気まずいね。ちょっと今の恋人助けに行くみたいな。またこの岩あるね。なんだろう、ちまちまあるんだよねこの岩。まあまあ後々わかるのかな。まあ、とりあえずじゃあ先進みますか。おらよ攻めすぎた。絶対いけると思ったのに過信は禁物ですね。はい、あ、ここからね。はい、さあ、じゃあ戻ってきました。これで取ろうおとなしくね。ちょいっと、オッケーオッケー、確実に行こう。おーっと、なんだあ、街は危険です。それでも行かなきゃ。俺行かなきゃ。よし、街なんだ。あー、乗っ取れないんだ君は。乗っ取れる敵と乗っ取れない敵がいるのは何だろうね。戦車がいるね。戦車で縦横無尽に駆け回ってみる。ここのコインポリン市長書いてあるじゃん、ここのコイン。よいしょ、よしおお、グラセフグランドセフトオートできるじゃねえか。おい、趣味の悪い看板壊すか。趣味の悪い看板、あ、無理か。おい、ちょっとこんな街壊せていいの、いいの。あの、いろんな意味で大丈夫なの。このモラルとかもそうだしね。え、危ない。すげえ、もうめっちゃまっすぐ飛ぶやんこれ。放物線を描かない、ま、あー、なんだそんなのにダメージ食らっちゃうの。おっと、もう完全にやばいね。オッケーオッケー、いいね。で、ここからはもう歩けってことかな。なるほど、微妙に揺れてんのがちょっときついな。よいしょ、よいっと。あ、ちょっと待って、なんでちょっと普通に操作が下手。どっから、もうマジかよ、あぶね。よっしゃ、戻ってきたかな。よし、怖っ。あんなところどうやって行くの。あ、ここがセーブポイントね。あれ気になるな、ちょっと。まあいいや、じゃあ先進むか。乗れないの、いってえな。あ、乗れるね、オッケー。あー、ちょっと怖っ。よしよし、オッケーオッケー、いいね。ういっと、で回復。よし、あの戦車怖えな。あぶれ、オッケー。ちょっと待って、これダメージ食らうのこの戦車でも。ちょっと待って、ちょっと戻ってやりたいことがある。戻んなくてもいいのか、あれを撃てば多分。そうだよね、オッケー。で崩して、違う、危ない危ない。よし、よし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 、ってなんかあるでしょう。こんな分かりづらい。おーっと、終わり終わりか、なるほどね。じゃあ戻ります。
さあ戻ってきました。さあ、まあ、とりあえず撃ちまくるか。なんか出てくるでしょう。こんななんか車ぶっ壊しちゃっていいの？いいの？なんかマリオ世界のモラルとかはもうないのね。この世界にモラルなんてね、あるのはもう弱肉、ちょっと待って、死ぬ。ちょっと待って、強いやつが生き、弱いやつは死ぬ、もうそういうルールだけ。それがこの世界のルール。うわ、なんだ、めちゃめちゃ戦車いんな。こう避けて、こうして、こう、待って、外す、外すな、撃つのが下手だ。確実に当てていくんですけどね。よし、じゃあどんどん先進んでいきますか。おお、さあどこに行けばいいんだ。こっちで合ってんのかな。合ってるっぽいか。階段前、階段に行けばいいってこと。その階段から上に行けそうだよ。だ、もうバチバチにちゃんと建設現場だね。おっと、クリボーさん、いや痛いな、結構クリボーに攻撃受けちゃってるの恥ずかしいね。またこれもタワー作んのかな、クリボータワー。なんで敵なのバレちゃうの。よし、でクリボータワー作って、作ったからなんだという話だけど、ここかな。あ、なんだ、おっと、ここでいいのか、こんな事態になるとは。どうしたらよいのか。とりあえずここでいいのか、ヘリポート、ファームあるね、初ファーム。そういえば今まで1個も手に入れてねえや。そんな、危なし。ほっ、よしよし、着地できる、これ着地できるね。このギミックだいぶ苦手。オッケー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 、よし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 、おいで。あ、なるほど、じゃあこっちに行けってことか。あー、なんだこれ、多分落ちる床でしょ。オッケーオッケー。あー、上なんかあるわけではない。遠くなんかある、なんかある。あー、まあちょっとコインがあるぐらいか。まあまあ、なんもないみたいなもんだったわ。ちょっと待って、間違えた。オッケーオッケー、よーし、で進んで、危なし。ちょ、バカバカ、下でいいの？こっちかな？痛いよ。待って、コインゲット。あー、危なし。コインゲットしたかったのに、コインゲットできなかった。オッケー、オッケーじゃないよ。さあ戻ってきました。さあ先進みましょうか。あれも取って、よし。あ、どうすんのこれ、ん、本当にどうすんのこれ。登れる、あ、登れる。でこう、これで登ってって、ふーっと、ちょ待って待って、危ない。で下降りたらコインがあるけど、それは無視していこう。はいっと。いや、このなんかちっちゃクリボーめちゃめちゃ厄介だな。
よし、全部ゲットして、ふっふっ、あ、何してんの何してんの、危な、ちゃんと向き考えなきゃいけないんだ。ちょっと待って、違う、よし、背中方向にジャンプ、こうか、オッケー。ちょ待って待って、くんなくんな、結構厄介だなみんな、おらおらおら、よしよし、これでいいのかな、あぶれあぶれ、よしよし、君ちょっと欲しかったってことはボスかな、まだ上みたいだマジで、まだ上、上に向かった仲間が戻りません、死んだね、おっと、なんだこいつ、この泡ではエネルギーが全て吸い取られてしまいます。え、でもどうすんの、この何、このゲジゲジみたいなやつ倒さなきゃいけないの、え、そんなにあっという、あっちゅう間にやられちゃうそんなで済むかいいね、アニメ的表現、さあ、あ、戦車で狙いってことか、なるほどね、まずあの戦車殺す、あ、ちょっと待って、違う、危なっ、オッケーオッケー、チャンス撃って、リロード挟まったね今、狙い通り、オッケーオッケーで、リロードして、え、何消えたんだけど、何何何何何、無敵だね今多分、で無敵か、なるほど、まだ狙ってくる、ん？今度は違うか？なんだ？撃ち落とす。オッケーオッケー、また狙えるね。おいおいおい。マジか、あんな短い間で全部倒さなきゃいけない、おい、ちょっと俺のターン早く、強いなこいつ、危ない危ない、だいぶ相手のターンが長い、いって、あと1個、オッケー、よし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 、なんだ終わりか、あ、思ったよりあっさり、おーっとグランドムーン来た、いいね、この街全然タッパームは集まんねえからさ、そういうもんなのかなって思っちゃった、さあ無重力時間、ニュードンクシティ封鎖中、とりあえずこれでなんとかなったのかな、お、天気良くなった、いや、都市の再出発、いいね、あ、もらえるこいつから、ポリーに会いに行くか、邪魔者を追い払ってね、空も晴れやかだよ、さあクッパの追跡を再開しよう、パワームーンが足りないから街まで探しに行こう、そうだな、またここからっていうか、なんでここからやらせんの、それはマジで意味がわからん、
どうした？ポリンショが何かお困りの様子でした。なるほど。活気が戻ってきました。こんななんか頭身が違うやついてもびっくりしないのってことは当たり前なのかな、結構頭身が違うやついても。市長はすごい方ですね。あ、いい曲が流れてる。あ、なんだそんなこと、お、何こんなことできちゃう。もう完全にグラセフじゃん。うえ最悪、最悪の人。お、いいの、え、なんか始まったスピードアップします。え、何、急に縄跳び大会なんだけど。え、俺今こんなことしてる場合じゃないんだけど。え、ちょっと早くなってくれ。いいね、早くなってくれ。息ぴったりだね、お姉さんたち。あ、ちょっと早く、どんどん早くなってくれ。あ、なんで出てきたちょっと気になっちゃう。あー、マジでむずい。縄跳び名人、え、これ何、どうも。離れるとリトライ、あ、離れなきゃいけないのね。で、離れてランキングボードで世界中の人たちの記録が確認できます。あなたの記録とニックネームを公開されるネットワークですランキング、あ、参加して、ちょっと1位の人がどれくらいか見ようよ。え、結構難かったよあれえ、俺なにこれ196万1978位だって俺。どういうこと、1位の人どうなってる。いや、ど、1位の人たちすご、暇かよ100回なんて夢の中夢です。100回行くとなんかありそうだな。何、なんかヒント通りがいる。違う違う違う、踏みたいわけじゃない。話そう。探し物は何ですかと。2本の鉄骨に挟まれてどこにあるかわからんな。2本の鉄骨に挟まれた先に何かがあると。野外の演奏が一番ですよ。ほら暗い、ほらあ、でもなんか じゃんじゃん言ってるね。あ、ミニカーは楽しいです。ほら、おっとえ、待って、ちょっと待って、普通にむずい。あ、わかったわかった。こうして、ちょっと待って、むずい。取りたい。オッケー、バックでゲットミニカーマニア、さあ、ごめんね。さあ、ありがとう。クレイジーキャップ本店です。本店か。まあ別に入らなくていいや。ポリーンに会いに行けばいいんだろうけど、ちょっと寄り道しまくろ。何ここ、あなたからミニカーへの愛を感じます。どうぞ中へ入りください。どういうこと ?35 秒を切るなんてどう考えても無理です。ミニカー楽しいです。なるほど。ちょっと、めちゃくちゃむずい。え、ちょっと待って、めっちゃむずいんですけど。これでもマリオカート名人なのに。あ、35秒切ったよ35秒普通に切ったんだが、ミニカープロ、はあ、2位のところに出てきたってことはここもあるのかな。うわー、むずそう。毎日来ないと落ち着きません。コツはぶつからないことですね。そんなことわかるわバカが、なめるなよ。あー、ポリンはどこにいんだでくそ、なんだ、あー、なんだ
ょっと待って何？あら、なんかダッシュできる。あ、ごめんなさいね。まずタクシーをどかさないと。地下の発電所に入れない。タクシーどっかせねえな。なんでだろう。屋上から音楽が聞こえてきます。屋上になんかいんのか。なんかあるね。ここ入ろうぜ。なんだ。ん、なんだこれ。お、なんか始まった。楽しくないね。ちょっと、なになになに。やばいやばい、逃げろ逃げろ逃げろ。やばいやばいやばい。ちょっと待って。あー、ちょっと今のゲットしたかった。いって、ちょっときつすぎるんですけど。あー、死んだ。ちょっと待って。バイクで大脱走、オッケー。うわ、ちょっと待って、今の何これ、何の説明もないの。何、本当になんで何の説明もないの。まあ、とりあえず戻るか。出てきた。ちょっと待って、途中道中のあれ欲しいね。あれ手に入れたい。あれだけちょっと手に入れてからやろう。よーし、ゲッツ。脱走中の大ジャンプ。あー、結構まあまあ食らっちゃったな。でも行ってーな。さあ戻ってきた。ポリーン師匠に会いに行くか。じゃあポリーン師匠どこだ。待って、この街気になるところ多いな。もう絶対君怪しいしね。なんもないのかな。待って、なんかいる。なんかいる。こんな街に君なんか絶対怪しいでしょ。キノピオ隊長、こんなところでお会いできるなんてお久しぶりです。キノピオ隊長です。私は今パームを求めて世界中を旅しているところです。これはすごいですね。どこもビルばっかりたくさんあって見入っちゃいました。見てたらパームも見つけました。どうぞ持ってってください。マジで。はい、キノピオ隊長。キノピオ隊長、この国はビルが好きなので。キノピオ隊長って確かジャンプできないから、もう積んだよこいつ。あそこら永遠に出られないから。ああ、ああ、もうかわいそう。さあ、じゃあまあ行きますか。おお、すげえ。そんなに金入る。もう無限なんだけど。え、ああ、よかった。さすがに無限ではない。お、待って、なんかある。おりゃ、え、なに、めっちゃ上登れんだけど、なにこれ。え、なに、ただ上登れるだけ。これ以上上はなさそうだね。あー、でもなんかあるね。ちょっとあそこ飛べるかな。ちょっと飛んでみるか。走って、ほっ、飛べるわ。まさか飛べるとはな。クッパの音楽が危ね。おお、なんだ、あー、死んだ。あ、さよなら。よし、戻ってきました。よし、ゲット。プールの上に輝いて。結構ここは見逃しがちの場所じゃない。ちょっと待って、そこが行きたい。お金がいっぱいある。待って、あそこ行きてえけど、本当にこれジャンプで行く場所なのか。え、届かないよね絶対。なんかいろんな場所があるなここな。あ、ポリン師匠いた。ポリン師匠っつったね今。ポリン師匠、
堀西翔、おい、どうもこんにちは。ありがとうございます。街はだいぶ元に戻ってきました。こういう時こそ伝統のフェスティバル開催したい。そのため私は4人の演奏者を探しています。4人の演奏者、まずは君だね多分。はい、お二人の話は聞こえてました。久しぶりのフェスティバルでしたね。みんな喜ぶでしょう。私でよければぜひ協力させてください。え、何？え、ドラマー参入いちいちギターベーシスト、ドラ、え、何？ありがとうございます。演奏者に声をかけて、あと3人いい人が見つかりましたらまた声をかけてください。ちょっとドラマ全員見つけるか、とりあえず全員見つけて、そこから今日はそれで終わるか。まあでもなんかベースだかギターだかはいたよね、一人。外で演奏される方増えましたね。いる？どこ？この奥とかかな。いるね。あ、何？なんかなんだ？コミ、あ、あのボスか。ボスこんな感じだったの？これはベーシスト？どうかされました。どのようなこの件でしょうか。ほう、市長がいつも行動は早いですね。いつでも準備できてます。私も参加させてください。イエーイイエーイ、うまくない俺ベーシストいちいちこれ挟むの？そしてここに戻されんの？戻され、あ、でもなんか 客増えてねえか。密になってくる。密ですね、今では考えられませんね。じゃあギタリストは知ってるから、ドラマー、ギタリスト、あとボーカルかな。うん、あとなんかいる？俺ちょっとバンドとか詳しくないからちょっとわからんのだけど、とりあえずこいつに話しかける。さあギタリスト、私のファンではない、ご用ですか？なるほど、フェスティバルですか。久しぶりに腕が鳴りますね。それでは市長が主催なら見返りが良さそう。 いえ何でもありません。やりましょう、まあ、そういうのも大事、見返りを求める姿勢もうこのこれがいちいち入るのがあれだな、ギタリスト参入気になるな。やっぱ客増えてる気がすんな。さあ確か屋上の方に曲が聞こえるみたいなこと誰かが言ってたから、ちょっと上の方から見てみますか。いたこんなところにいたの？こんなところまでわざわざ来られてどうされました？お前もどうしたんだ？ふむ、市長が、なるほど、事情は分かりました。お誘いありがとうございます。フェスティバルに喜んで協力いたします。ラッパーっていうのかな？ラッ、吹く人ってラッパーっていうの？トランペッターってんだな。なるほど、ありがとうございます。これで演奏者が全員揃いました。でも新たな問題は、力発電所が動いてないようなのです。このままではフェスティバルが開催できません。なるほど、え、どうすればいいの？地下の発電所ってどこ？で、どこなんだよ、そういうの教えてくれ。いい曲流れてんね、マリオが喜ぶ。あ、なに？え？あれ、こんな曲流れてた？曲が変わったかもしれない。まあ、じゃあね、とりあえず、まあ、全部のベーシストを集めたということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。ベーシストじゃねえや、もう発電所、大きなマンホールから入れると思います。あ、じゃああっちの方だな、あれだな。よし、じゃあ次回はね、ちょっと発電所の方見ていきたいと思いますので、よかったら見ていってください。よければね、高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。